島の散歩。安土大島。島港が見えてきた。防波堤をぐるっと回って港に入る。向こうに見えるのが桟橋。ぐるっと旋回する。山の上に見えるのが風車。16基もあるという。そうして桟橋。船が着いた。港はのどかな漁村の景観。安土大島の安土側の集落を歩く。家々が安土湾沿いに立ち並ぶ。湾沿いに道がずっと続く。風車の景観が気持ちよくて爽快な感じ。トイレには伝統の祭り、平戸ジャンガラが描かれる。今度は祭りの季節に来よう。安土の郵便局。集落の奥に入ると深い島の雰囲気。道を進む。そして集落の外れに行く。ここは県民視線、気候の地。海に伸びる古い桟橋。この桟橋が中世の県民線寄港地。安土大島は県民線の他にも遣隋使、遣唐使も寄港し、また別の時代には倭寇の中継地でもあった。県民線寄港地には朝鮮井戸。この井戸は海辺にありながら真水が出るのだという。井戸の前にはお地蔵さんがいた。海の前に咲く花々。そうして安土から離れ、島の東部鴻浦に向かう。太陽が薄い雲に隠れてきた。どうやら鱗雲のようだ。この後は時間とともに雲が多くなっていった。道を進む。安土大島に多い棚田の景観。
段々になっている棚田は見下ろす景観が美しい。安土大島は水が豊富でいくつものため池がある。シーンとしたため池の景観、安土と鴻浦の中間あたりには大島中学校と、大島小学校がある。小学校はちょうど運動会の練習をしてた。そうして大島の役場、近くには資料館もある。安土大島の駐在所、そうして鴻浦の集落に着いた。古い家並みが残る。この鴻浦地区は2008年に港町として重要伝統的建造物保存地区に指定された。レトロモダンな倉庫のような家、懐かしい田舎の漁村の景観、のどかな時間が流れてた。JA だってモダンな感じ。頑丈場の井戸、捕鯨が盛んな時代、捕鯨の漢字をする場所であって、当時は海岸に接し、堀も深く立派な井戸だった。西福寺、この階段を上ると天光神社、天光神社は1025年の創始、10月には天光神社の例大祭鴻浦くんちがある。神社からは鴻浦の集落を見下ろせた。そうして鴻浦を後にした。曇天の道を港のある集落まで戻っていく。そうして安土集落、空はすっかり曇天の雲に覆われた。そうして帰りの船に乗る。船は安土大島を離れていった。